黒猫ゲームズ見てね。どうも黒猫です。今日は音質作りに重要な役割を果たすアイテムを買ってきたので、それを3つ紹介します。今日はね、作らないんですよ。だってもう12時だからね。はい、1つ目のアイテムをいきましょう。よいしょ。まあって言ってもね、この中には2つ入ってるんだけどね、多分。よっと、1つ目のアイテムはこれです。室内、室外温度計。ちょっと開けましょう。はい。おほ。ん？レンジ入ってたかな？立てるようになった。立てるんですね。立てるんだ。はい。電源どこだ？電源どこだ？電源、スイッチオン。うん、そうだよ。え、スイッチがわかんない。わかりました。ここだね。あ、硬い。よっしょ。よっしょ。よし。これだ。よし。こうだね。あれ？こっちがマイナスと。よし、これでついたはずだな。ついたー。よし、上のやつがアウトだから外。下はこれだね。これを中に足しておいて、中側の温度を測ると。ちょっと、食べてみようかな、パクッと。インの温度が上がるはずだ。え？上の方が上がってるね。あれ？インの方が内側じゃないの？これの温度を上の方が感知した。これが室外ってことか。なるほど。つまり、こっちがインだから室内。こっちアウトだから室外。で、これを室外に出しておいたら、室外の温度が測れるってことだね。紛らわしいわ。よし。これはね、何に使うかというと、あれですよ。温冷庫の中と外の、中と、外の温度を、まあ、測るためでね、買ってきました。これでだから、温冷庫の中が何度なのか、お部屋の温度が何度なのかが分かるようになります。結構重要なアイテムだね。次は、これ。なんだこのテープは。うはぁ。もうね、明らかに、トカゲ、ヘビ。え？これもトカゲ。じゃあこれはなんだ？まあいいや。カメ。もう明らかに爬虫類買いましょう、みたいな、やつですね。これは、ピタリ適温。プラス。爬虫類、両生類、小動物に最適な夢のヒーター。だ、そうですね。これでも、あれか？サーモスタットついてるのかな？うん、まあいいや。取り扱い説明書があるんで、後で読みますけど、まあピタリ温度に適温にしてくれるヒーターです。これ使えなかったらどうしよう。まあ、その時はその時で考えますね。多分ね、表面の温度が
42度プラスマイナス5度に温まるから、これが全体的に温まって広がっていく感じかな。うまいこと使わないとダメだね。これは温室の底の部分に引いて、で温室全体を温めようっていう作戦です。まあうまくいけばいいんですけどね。思ったよりねペラペラです。ペラペラだなこれ。はあ、めちゃくちゃペラペラだね。これで大丈夫だろうな。信じてるよお前、頼むよ。もうヒーターもう一個買わないといけなくなっちゃうからね。最後の重要な役割を果たすアイテムはこれ、スタイロフォームってなんだそれって感じですが、これは建築に使われる断熱材だね。壁とかに入れるやつだ、切っちゃって。うん、多分ねカッターで簡単に切れると思うんですけど、まあ発泡スチロールの代わりみたいな感じかな。これでこの温室の周りを囲んじゃいます。上手に組み合わせて、どうやって組み合わせるかっていうのはね、次の動画ですね。はい、さっきのヒーターをそこに引く感じ、これこんな感じ。これがうまいこといかなかったらまた考えますが、ですね、こんな感じで室外、室内温度計を設置して中の温度を測定すると、とまあこんな感じです。果たしてこれ使えるんでしょうか。ということで今回は簡単に実験をしてみたいと思います。作ってからね、使えないや取り返しつかないからね。はいはい、ということでこんなものを作ってみました。まあとりあえずこれが温度計ですね。で、これ蓋開けるとですね、パカッと、まあ簡単な構造ですよ。そこにピタリ温度の方を置いてコンセント出してる。で上の蓋には、室外温度計、室外の方のね温度測るセンサーをつけていると。で蓋を閉めただけですね。はい、これでコンセントつないで温度測ってみようと。今だいたい同じぐらいの温度だね。これが、外の温度と中の温度が、測れるはずなんで、中の温度の方がまあいい温度で保たれていれば成功ということになります。じゃあコンセント入れてちょっと検証してみます。セットしてから10分経ちました。温度上がりすぎじゃね？上がりすぎだよな。まだまだ上がってるな。おー、結構性能いいですね。これぐらいの大きさの入れ物だったら全然熱いぐらいです。ていうかむしろ熱いですね。今考えてるのはもっと大きいやつなんでね、うまくいくんじゃないかな。1時間ぐらいね、検証してみます。1時間ぐらい経ちました。だいたい 28.2 度ぐらいで安定してます。ピタリ温度プラス結構温まるみたいですね。ちょっと温まりすぎてる感じ。
まあ音質作ってるやつ結構大きいので、これぐらいでもいけるかもしれません。もしダメだったらね、サーモスタットなりなんなり考えてみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。黒猫でした。また会いましょう。